ばんは。こんばんは。そう、今日紫のスウェット久しぶりに着たこのスウェット黒白ピンク色以外の色を着るんだ。着る、普通に着るよそりゃでもピンクは少ないよ、持ってるの。そんなに着ない。ピンクはね、色によって合わせづらいから。部屋着じゃないよこれ、私服です私服です。ピンク、ピンクはね、パーカーとロンティー2着かな、多分。多分ピンクはね、服の色によって結構合わせづらかった。あんまり持ってない。何とか緑の服、青っていうより水色はある。紫じゃないわ、緑はあったかな、覚えてないや。多分ない気がするね、わかんない。蛍光色の服、蛍光色はそんな持ってないかな。蛍光色って合わせづらいから蛍光色パーカーがちょっと、ピンクのパーカーがちょっと蛍光色っぽいかな。え、これ違うよね、これ蛍光色ではない。画面越しの伝われるか分かんないけど、ピンクのパーカーが可愛いと思って買ったんだけど、そうなんか文字とかの色が蛍光色っぽいのね、ちょっとだからね。そう、黒いズボンとかしか合わない。薄いデニムだと合わないんだよね、薄い色のデニムしか持ってないから。難しいのから合わせる、可愛いんだけど。時々しか着ないピンクのパーカー、レッスンの時に着たりとか、私服の時に着たりとか、ピンクのパーカー。そう、レッスンの時もさ、パーカーってさ厚いじゃん基本、生地が薄いのもあるけど、それはそんなに薄くないやつだから、結構しっかりしてる生地のやつだから、ピンクのパーカーそんなに着ないけど、レッスンの時もレッスンの時踊るからさ、暑くなっちゃうから、なるべく生地が厚いのは、その寒い日とか以外は着ない。
暑いからパーカーも着ないです。スウェットが多い。パーカーの方が生地は厚い。あ、持ってるものがね、私が持ってるものが薄いのあるけど、生地薄いのもあるけど、私が持ってるのは生地が厚いから。そうか、時々しか着ないけどパーカーたくさん踊るなって日は絶対に着ない。パーカー今日少しだけだなっていう日に着る。で、寒い日に今日はネット通販、そう、ネットで買った。そう、買おうと思ってたものは、そう、前から持ってたんだけどなかなか買ってなくて、まだあったから買った。なっちゃうくらい服持ってる。その時によるけどな。その時によるかな、どのぐらいいるかに一応予備でプラス 1,2 着持っていくぐらい。必要な服プラス 1,2 着ぐらいかな。ブドウ色の服、そう、紫色、ブドウ色、紫の服初めて。これ久しぶりに着たんだよね。久しぶりに着た。去年は何回か着てた。配信で多分何回か着たぐらいだ。そんなにしょっちゅう着ないから。始まると稽古とかと稽古とかで服もね、舞台始まると稽古とか、わかんないな、まだ始まってないから稽古わかんない。でもそんなに洗濯しないわけじゃないから、洗うからそんな、なんだろうな、どんくらいあるかわかんないけど、結構もわかんない、したことないから、その毎日分全部持っていくってわけではないから、そんなにいないし絶対に洗濯はするからめっちゃ大量になることはないと思う。髪いつ染めるか、そろそろかな、そろそろ。1年間着ないと思うけど、うん、1年間着なくてもなんか普通に着るときあるんだよね。だからそんな、なんかずっと着てないなって服はさすがにもう着ないから、多分妹にあげたりするけど、妹がいるって言ったら。でも1年間ぐらいだったら着たりするから、撮ってたりする。意外と着たりする。
ントにする予定ですか？今のところはないかな。成人式の時になんかヘアアレンジできたらいいなと思うから、来年だからね、来年の1月だから、それまではショートにする予定はないかな。ショート可愛いけどね、好きだけど。ショートいつかはしてみたいけど、成人式が終わってしたかったらするかもしれない。でも分かんない、その時の気分だからやっぱ好きだけど切りたくないなって思ったら切らないし、可愛いんだけどね。ショートのウルフが好きなんですよ。それにしてみたい気持ちもあるけど、そう、今は切りたくないから、ショートのちょっとウルフっぽい感じ、なんだろうな、そのがっつりウルフじゃなくって、なんだろう、ちょっとウルフみたいな、ちょっと襟足が長いみたいなやつがすごい可愛くて好きなんだけど、ウルフとウルフカットのこと、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな難しい。ショートのウルフ、なんだろうな、ショート、なんて言うんだろう、難しいなそう、可愛くて一回してみたいんだけど、ブー似合わないからさ。でも今はする予定はない、とりあえず長くいたい。成人式の時に今切っちゃうとさ、絶対にさ伸ばしてもさ、いろんなヘアアレンジができる長さにはならないから、1年間伸ばしたとしても今切って、そうだから今は切らないだからするとしたら、わかんないけどね、するとしたら成人式が終わってからかな。でもその時の本当に気分によるその時に返したい髪型があればそれにするかもしれない、わかんない。今はそのショートのフルが可愛いなって思うけど、似合うかどうかは人に判断してもらう。いや、ボブはね本当にね、自分が嫌だったんだよね、切って、うん、なんか違うってなっちゃった。そうだから、そう、重たかったからなのかな、ボブで。もっとすけば軽くしたらよかったのかもしれないけど、あの感じのボブはね好きじゃなかった、自分が。そう、いつか切るかもしれないショートウルフ、金髪は今のとこする予定はないです。別に足元とかじゃない限り。でもね、ショートのウルフって言っても、なんかいろんなのがあるからさ、いろんなさ形があるからさ、分かりづらいと思うんだけど、なんていう、なんだろう難しい説明するの、いろんなのがあるじゃん、ショートで、なんて言うんだろうな、難しいな。誰か分かりやすい人いるかな。難しい。この方、YouTuber の方なのかな、小走りさんの、この方ずっとショートなんだけど、のショートのウルフっぽい髪型してる時の写真があって、それがすごい可愛くて、そういう感じ
に近い感じの。いや、いつの写真だろうな、わかんないな。いや、まあインスタ見てるけど、その方、私何の写真見たか忘れちゃった。でもなんかそういう感じ、なんかがっつりウルフじゃなくってみたいな、ちょっとウルフみたいな、ちょっとウルフっぽい感じが可愛いなと。ね、難しいよね説明するの。メンバーではいない、メンバーではそんな感じない、いない、そんな、なんて言うんだろう、私がしたいような感じのこうショートのウルフみたいなしてるメンバーはいない。なんだろうな、がっつりウルフカットにしたいわけではないの、ちょっとウルフカット。感じにしたい。でも今はする予定ないよ今はする予定ない、別に1年後くらいにしたければって感じかな。ウルフって襟足が長い、そう襟足が長くて、ここら辺もうちょっと短いやつ、なんか段があるやつ。でもね、襟足がめっちゃ長くしたいってわけじゃなくって、ちょっと長いぐらいがいいの。なんだろうな、がっつりしたいわけじゃない、ナチュラルなやつがいい、ナチュラルなウルフ。そうでもね、写真を見ないと多分分かりづらいと思うんだけどでも分かんない、1年後だから変わってそう、その時はしたい髪型とかが分かんないけど、それが可愛いなって思うんだけど、そうショートはね、でも前からいつかしてみたいと思ってたんだけど、でも前にボブにした時が自分が好きじゃなかったから、何回かしたんだけどね、ボブに。そうボブで、ボブもいいなと思ってたんだけど、あんま似合わなかったから、似合わなかった、自分が好きじゃなかったから。そうだから、それ以上切ったらさ、伸ばすのも大変でした、似合わなかった時なと思ってミディアムボブ、あー多分一番似合わないちょっと長めボブだよね、ここぐらいのボブなんでしょ、多分違うんだよね、なんだろうな、重く見えちゃうんだよね、そう重く見えちゃうから、そうだからしないかな、進んで似合わない髪型にして、いやそういうわけではないんだけど、ボブにしたくてしたんだけど、結果似合わなかったっていう話でも何回か切った時も毎回違う長さにしてたのね、一番最初は普通のボブぐらい、このなんだろうな、顎下ぐらい、顎下このぐらいかな、だいぶ下ぐらいで、で2回目切った時がもうちょっと短いボブがしてみたいなって、そういうのは似合うかもしれないと思って、顎のラインよりちょい下ぐらい、ここぐらい切ったのね、そう似合わなくて、じゃあちょっと長めのやつにしてみようかなと思って、で肩このぐらい、だからミディアムボブぐらいかな、わかんないけど、こう跳ねづらい長さ、ボブだけど跳ねづらい長さみたいなのにしたんだけど似合わなかった、そうボブが似合わないんだよね、わかんない、そのもっと軽くしたら似合ってたのかもしれないけどそう軽くはしたんだけど、多分ね
重かったんだろうね、まだあんまり好きじゃなかった。なんか自分がなりたかったボブじゃなかったそう、ショート、いやショートはない、顎下このぐらいのボブが一番短いかな、そう一番短かった。読みましてみたいのはショートのウルフなんだけど、でも多分写真を見せないと伝わらないよね髪型って難しいよね、言葉で説明する。ボブだったらさ分かりやすいじゃん、でショートのウルフって説明しづらい。そうでも可愛いのがあって、でもナチュラルなウルフがあって、なんかもうめっちゃ襟足長くて、ここめっちゃこうなんか段差入れまくってるみたいなウルフじゃなくって、もうちょっとナチュラルなウルフに、可愛いなと思って、まあまだ切らないけど今は切らないけど、とか写真作れないの？写真作る？あ、な合成するってこと？自分の顔にその髪型合成すると違うのよ。それだとさ、あのその人の髪の量と私の髪の量は違うから、量が、うん、わかんないんだよねそれじゃ。髪色ぐらいだったらわかるかもだけど、髪型はね難しいんだよ。その美容師さんでいつも同じ、いや結構バラバラ結構バラバラ、そうナチュラルにしてくださいって言われました。ナチュラルにしてください。あ、切るとき、切るときは写真見せるかな多分こんな感じでみたいな担当美容師さん、担当そのお店行ったらこの人っていうのは大体いるけど、なんかお店が結構バラバラなんだよね。いろんな、そんなになんかここみたいな定まってないから。でもまだ切らないよ。切らないけど。髪は切らない。今のところはしない。ショートウルフ可愛いけど、可愛いんだけどね、したいんだけど、ちょっと今切っちゃうと伸びないから、その成人式までにこう伸ばしてても、そのまま伸ばしてもそういい感じの長さにならないから、まだ切らない。気づけたらどのようぐらい、うん、普通に何センチかは切ったりすると思うけど、でもロングのままぐらいかな、しかも切っても短く切ったとしてもこのぐらいかな。
肩下絶対に。ショートにする予定はまだね。とりあえず1年後まではその時の気分だけど、それからは。編み込みとかしない。編み込み？どういうこと？何の？どういうこと？どういうこと？とりあえずはね、成人式まではとりあえずあろうかね。あと切るかはもう来年の気分次第。切りたければ切るし、やっぱ嫌ってなったら切らない。ヘアアレンジ的な。あ、編み込みはでもしたりするよ。普通にしたりするけど最近はしてないのかな。あんま覚えてないな。してなかったっけ。最近してないな。してありますよ。そう、成人式よね。髪切っちゃうと私は何かヘアアレンジがしたいから。確かにショートで振り袖もすごく可愛いんだけど、なんかアレンジしたいから。アレンジができるようにロングのままでいいかなと。最近巻いてるかツイン、巻き下ろしかツインってこと。確かにツイン多いな最近。ツイン系、ハーフツインとかツイン系か。あとはツイン系、三つ編みとかも確かにツイン系か。ハーフアップとかかなと。最近はそうだね。ちょっと待ってね、写真とかないのか。こっちないな。去年の夏までの写真しかギリ、去年の夏でギリある。うん、確かにこないだのコンサートの時は、こないだのはね、キューティーとフォクシーだったから、キューティーはツインにしようと思ってて、フォクシーは編み込みにしてもいいなと思ったんだけど、編み込みで下ろすのもいいなと思ったんだけど、こう再度編み込んで思ったんだけど、編み込みにしちゃうとなんか可愛いかなと思って、なんていうんだろう、なんかキューティーっぽくなっちゃうかなと思って、フォクシーってだから普通に耳掛けの下ろしにした。あと何かあったっけ。そのぐらいか。そうだからもう普通の耳掛けの下ろし。チャイナ配信の時編み込みすごかった。チャイナ配信の時、チャイナ服配信編み込みしてたっけ。私自分で普段しないんだよね編み込み。え、してたっけ。さっきその服の写真あったんだよ。ちょっと待って、え、絶対してないよ編み込み。お団子でしょ多分。で配信の時は多分おろし。写真撮ってたのがお団子にしてたくらいかな。埋め込みは絶対しないよ。
そう、お団子、チャイナの、チャイナ服の時お団子三つ編みをしてお団子してた。三つ編みでお団子作ってた。編み込みはしてない、あんまり普段自分で編み込みはしないかも。三つ編みとか普通の三つ編みで終わらせたりとか、なんていうの、普通のこういうお下げみたいな。三つ編みって崩れやすいからさ、あんまりしない、普段はね。なんかイベントでも、イベントの時もそんなにしないかな。コンサートの時とかあんましないね、崩れやすいから。そう、なんか私なんか髪飾りがベレー帽とかが多かったりするから、帽子系のベレー帽とかさ、何人かいる時髪飾りでベレー帽になることが多いから、ベレー帽だと余計にね崩れやすいから、あんまりしないかな。イベントの時とか時々したりするぐらい。そう、なんか髪飾りがイベントで基本1個じゃん。そんな途中で着替えたりとかすることも少ないから、基本しないから崩れにくいじゃん、こう何回も髪飾りつけないから。だからかな。でライブよりかはする曲も少ないし、イベントの時に時々するぐらいかな。そこは外ではあんましない、崩れやすいんだよね。三つ編み可愛いんだけど、この私は崩れやすいから、あんましない。あと普段プライベートではあんましない、三つ編みは。そう、崩れやすいっていうのもあるからちゃん帽子多い。確かにそうなんだよね、帽子多い、ベレー帽とか多い。そのなんかいろんな種類ある中でベレー帽とか、でもベレー帽可愛いよね。ベレー帽可愛いけど三つ編みが崩れやすいから三つ編みはしないなんだろう、そのコンサートの時で途中にベレー帽があるとかいう時はポニーテールとかもしない。ポニーテールしてベレー帽ってできないから難しいから。ベレー帽ある時は基本低めの髪型とか、ベレー帽がつけれる。メイクなしだっても変、髪型変更できる。髪型変更はパパッとできるやつだったらかな。なんかもうなんかもともと違う髪型で結んでて全く違う髪型に結び直すっていうのはできないけど、なんだろうな、もともとポニーテールにして そっからツインテールとかだったら大変だからできないけど、もともと下ろしててそっからこの曲だけポニーテールにしたいツインテールにしたいとかだったら、そんな、そう、なんだろうな、わだったらいけるかな。でも大変になっちゃうからメイクさんがあんまりしないけど、時々あったりする、この曲。でもあんまない、そういうすること、そういう、なんだろうな、そういうのだったらできる、しようと思えば。
でも基本しない、そんなあんまり時間がなんだろうな、ないっていうのもあるだけど、その着替えて。必需品やけど、あ、途中で買えるのってこと？途中で買えるのはもうアイロンは使わない、アイロンはもう使えない、そんな場所にアイロン置けないから、アイロン置く場所がないから、なんかめっちゃ次の出る曲まで空いてるんだったら、出番まで空いてるんだったら、そのメイクする部屋に行って買えるってこと、アイロン使うってこともできるけど、うん、あんまりないからそういうのは。だからしっかり結ばない、そんなにしっかり結んじゃうと跡がついちゃうからね、固めちゃったりすると。だからその曲だけとか、そう、でも取れないようには結ぶけどしっかりはみたいな、しっかり結んじゃうと後に。まあその時によるけど、でもあんまりしないね、基本。メイクさんも大変になっちゃ。大変そう、確かに早替えの時は確かに大変。その次が早替えとかだったら、その曲終わったら急いで着替え場に行って急いで着替えてみたいな感じ。大変だね。セルヘアしてほしい。何それ何それ、どういうの、初めて聞いた。何するやつってこと、あ、それね、え、どういうこと、え、おろしとかで、うん、それをするってこと、え、なんか分かんない、ちょっと待って、むずいむずい、調べる、出てくる、プレッツェル、
え、出てこないんだけど。ちょっと違うのしか。あ、ハートの形とかは出てくる。なんかプレッツェルの。プレッツェルのなんかアクセサリーとかしか出てこない。ちょっと待って。絶対に違う。あ、五時ごはん？え、ちょっと待って、インスタ調べたら出てくるかと思ったけど、ちょっと待って。え、出てこないわ。え、本当に合ってる、その言い方ね。出てこなかったよ。5件ぐらいしか出てこなかった。13位から見ますね、ランキング。13位、ピンク神尾さん、ありがとうございます。12位ラスカールさん、ありがとうございます。11位プッチーニさん、ありがとうございます。10位秋彦さん、ありがとうございます。9位カズさん、ありがとうございます。8位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。7位バトニーさん、ありがとうございます。6位香港の春マートマーク強化推しさん、ありがとうございます。次5位ラボーナさん、ありがとうございます。4位 WY アートマーク影の守護神さん、ありがとうございます。3位ラクラックさん、ありがとうございます。2位ジョークスノーさん、ありがとうございます。全然持てなかった。今日も 50% あったのに。今日も 50% あったのに持たなかった。1位だね。1位が、元気さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ダメだな、充電全然持たない最近。50% で持たないのか。明日も夜配信する予定です。明日も夜。あれだね、やっぱ配信は充電の減りが早いね。金曜か、明日金曜。充電しながら配信もしたりするけど、あんまりしない。今日は 50% あったからしなかった。 50% あって充電するのなんか嫌じゃん。普通にバッテリーが悪くなっちゃいそうだから。いつもはそう、赤い表示が出てから20%だよね。 20% だったって言うよね、確か。表示が出てからなんか充電が減ってますみたいな表示が出てからしか充電しない。大体。でもさ、 50% って今日も減るかな、なるかなって思ったけど、 20% に途中で表示出るかなって思ったけど、いや 50% の時点で充電するのはなーと思ってしなかった。そう、ちょっと嫌だなと思って。
ともうちょっとできるじゃん。もうちょっとできるじゃん。明日も夜配信です。うん、明日も夜。じゃあやばい、そろそろ切れちゃおう。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。また明日。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。